い、すいません。では、最後電チューリップでやらせていただきます。はい、チューリップカバーバンド、電チューリップなんですけど、今年はですね、電チューリップっていう名前でライブをちょっと数えてみたら今日が12回目でした。はい、フルメンバーは6人になるんですけど、基本僕と藤井さん、リーダーの藤井さんがいれば、最低2人でも電チューリップとチューリップやる場合はで名乗るってことでやり始めたら、12回になって、そのうち7回が彦左衛門ですはい、やっぱもう彦左衛門は僕にとって一番大事なところなんで、はい、ということで、この編成は初ですね。ベース以外の4人でやるという、あとキーボードも1人とベースがいるんですけど、先ほどね、ゆうさんが、冬に夏の歌を歌うもんじゃないとか何とか言って一瞬ドキッとしたんですけど、今日の瀬戸に夏の歌はなかったです。はい、ってことでこの歌はね、冬の歌ってわけじゃないんですけど、藤井さんが、クリスマス仕様に、独自にアレンジしてくれました悲しきレイントレインという歌からやらせていただきます。Yeah.
しゃべりたいんですけど時間がないんで続いていきます。あ、分かった分かった正式に結成したのが、2年前ですね、2020年、に、もともとね、僕と藤井さんはチューリップ好きということで、その前年ぐらいから電柱&藤井というユニットを組んで、それこそさっきのまさき&ゆうさんじゃないですけど、チャゲアスも好きなんで、セイイエスとかね、男と女とか、その辺の歌を一緒にやったりしてたんですけど、やっぱチューリップに特化したバンドを作りたいなって話をしてた時に、藤井さんの人脈でいろいろ集めてくれまして、で、2年前の岡崎籠田公演でしたね、10月の。そこで初めてそのバンドでやったのがきっかけで、ちょっとずつ回数が増えていった。今年はついに12回で、ちょっとごめんなさい、メンバー紹介をちょっとさせていただきます。リーダーのエレキギター&コーラス、トミフジさんです。リードをいただきたらいただきます。今日はカホンですけど、本来はドラムのマルガリータ岡本さんです。ギャルの南木さんです。神の足だ、神の足場だ。すごかった。え、足がすごかった。ね、今日これね、極限みたいな兵器を使ってる。普通のヒーカフォンにカフォン用のマイクをつけて、ちょっと叩いてみる。カフォンの音だけじゃなくて、ね、ローランドの808っていうリズムボックスの音を出します。
みたいな、ちょっとね、こういうのに凝り出して、最初はね、フルドラムじゃなきゃ嫌な人だったんですけど、ドラムしかやらない、こういうところでカホンをやらざるを得ないってことでカホンを始めたら結構ハマっちゃったみたいな、はい、で結構なんか、ね、やる機会が増えたっていう感じなんですけど、あって、キーボードは、おなじみのしーちゃんです。で、ボーカルのギターが、電柱で、電柱がチューリップをカバーするから電柱リップという、もうひねりも何もない、あの、行くところによって、ね、ひらがなでデンチューリップって書かれたり、カタカナで書かれたり、でローマ字にしても綴りが違ってたりとかいろいろあるんですけど、正式に、今年から DENTULIP 全て大文字でデンチューリップと、本家のチューリップの上にデンをつけたというので統一させていただいてますので、お持ち帰りよろしくお願いします。ということで、これは冬の歌ですね。次、はい、よかった。でもこれ夏でも関係なく歌うんですけど、まあ夏でも歌います。サボテンの花いきます。
もともとね、僕と藤井さんが、ここで知り合ったんですね。はい、チューリップ縛りのイベントがありまして、はい、その時はね、麦っ子さんもいましたね。浜松会チューリップ縛り、麦っ子さんが初めてイベントに出演した時ですね。はい、別々で出たんですけど、はい、そしたらたまたま大学が一緒だったと、2年先輩で、彼も僕の2年後輩ということで、はい、中京大学ちなみにあの愛は限ろうのあのガム、あれはあの僕の3年先輩です。同じステージに立ったことあるらしいです。まあ、その話出すのがよくなるんで、はい、ちょっと割愛しますけど、はい、ってことで、それをきっかけに、だからあれがもう5年ぐらい前ですよね。まさかこんなね、バンドが組めるようになるとは思ってもなかったんですけど、はい、では、次の歌は、ちょっとこれは多分よっぽどチューリップのファンじゃないと知らないと思いますけど、アルバムに入っている曲で、愛を抱きしめてと
では次が、最後の曲です。一個だけ告知させてもらっていいですか。はい、レンチューリップは、年内にフルバンドのライブがあと1回ありまして、名東区の、本郷アルマジロというところで10月の25日に、はい、ちょっとまたライブをやらせていただきます。今日ね、ゆうさんもオフコースの歌とかやりましたけど、あの岡崎の方の、ね、オフコーラスというオフコースをカバーする、はい、バンドがありまして、そのバンドとの対バンなんですけど、あとレベッカのバンドもありますよね。グッズ名のバンドでやらせていただきます。あと、はい、あと来年以降もいっぱい決まってるんですけど、まだそれはおいおいフェイスブックとかで告知していきますので、ちょっとゆうさんのネタパクらせていただきますけど、詳しくはこちらで。はい、もう最後の歌はね、もう今年何回この歌を歌ったでしょうかっていう感じなんですけど、もう分かってますよね。知ってる人一緒に歌ってください。心の旅に行きます。僕の心を知り
ギター富藤、ガシャポンのリータのトムと、電球ギターでした。はい、今日は